こんにちは。今回はスキーで360するための4ステップを解説していくよ。トリックの練習はエアマットやウォータージャンプなどオフトレ施設を使うと少ないリスクで練習できるのでおすすめだよ。それにスピードとキッカーの形が毎回一緒なのでトリックの練習に集中できるのもメリットだよ。それでは本題、360を習得するまでのステップは4つ。1、素抜け。2、ストレートジャンプ。3、180。4、360。何もしないで飛ぶ素抜けから少しずつ動作を足していくことで360まで持っていくよ。素抜けではジャンプに必要なポジションを確認、ストレートではトリックに必要なジャンプ動作、180ではスピンに必要な回転のかけ方、それぞれを組み合わせて360に。このステップを踏むことで比較的安全に余裕を持って360をすることができるようになっていくよ。詳しい解説はそれぞれの解説動画を見てみてね。うまくいかないステップがあったら手前のステップの動作を確認してみるといいよ。ポイントを押さえてかっこいい360をゲットしよう。質問、コメント、お待ちしております。